上郡町は兵庫県南西部にある町、西張間県民局管轄区域。本校では調整前の名称である上郡村についても述べる。兵庫県の西端に位置し、西は岡山県備前市、南は阿光市、東は愛尾市や辰野市、北は佐用郡の佐用町に面する。町の北東部には隣接する。 辰野ノやア作用群作用町と一体になって形成されるハリマ科学公園都市が広がっている。上郷里町に所在する主な機関としては、兵庫県立大学のハリマ科学公園都市キャンパスがあり、ここには同大学の理学部がある。姫路市への通勤率は11.5%、阿古市への通勤率は10.5%である。隣接している自治体は、 以下の通りである。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると5.50%減の16,634人であり、増減率は県下41市町村中33位、49行政区域中41位。2014年5月8日に日本創生会議人口減少問題検討分科会が発表した2040年、 人口推計結果で20歳から39歳までの若年女性の減少率が2010年比で65.1%となり消滅可能性都市の一つとされた。南北朝時代には兼務の申請で礼遇された赤松市の赤松、乗村が足利高氏に属して戦った。む村は白旗城で宮形の新田義貞を釘付けにして 港川の戦いを有利に導いた。室町時代には、赤松市の赤松三つ助、赤松和康府市が、第六大将軍、足利義則を謀殺するという過吉の乱を起こしている。1958年12月25日に、町章を制定する。平成の大合併においては、合併相手が一つに定まらず、赤氏との合併、愛尾氏との合併、愛尾氏。 三日月町との合併の3種類が候補に上がり、それぞれ独立した合併協議会が設置されるという状態になっていた。三日月町が作用軍合併を選択し、とは意見対立が大きく、旧合併特例法の下ではいずれも合併に至らなかった。現在、i o 市との合併協議会は事実上解散状態にある。赤市との合併が、新、 合併とクレー法の下で進められていたが、2007年9月に阿古市で行われた住民投票で合併反対票が賛成票を大きく上回り、市長が合併断念を表明したため、他市長との合併は断念されるものとみられる。上氷駅主要な鉄道駅として、上氷駅がある。元々は JR 山陽本線の一つの駅で、 京阪神方面からの新快速、快速列車の終着駅に過ぎなかったが、平成6年に地図急行が開業してからは、地図急行線の始発駅としての顔も合わせ持つようになり、現在では、毎日、鳥取県の倉吉駅と京都駅を結ぶ特急、スーパー白と7往復、及び鳥取駅と岡山駅を結ぶ特急、スーパー稲葉6往復が停車する駅になっている。 上氷岡山間は、普通電車で55分程度であり、スーパー稲葉では30分程度である。また、かつては、新大特急、サンライズ出雲、ライズ瀬戸が停車していた時期があった。指定金融機関、港銀行上氷支店、リマ科学公園都市出張書評後、県立大学リマ光とキャンパス発揮場後の、石中市外局版は、 0791となっている。郵便番号は、町内すべて678から12で表される。ありがとうございます。